こんにちは、ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり、あとは商品の PR をするような活動をさせていただいております。はい、今日ご紹介するのはですね、ワークマンが出している着る寝袋と呼ばれる商品があるんですけど、それの、まあ、アウターですね。アウターとあともう一個着るこたつっていう、あのヒートベストなんですけど、モバイルバッテリーでベストのヒーター部分が発熱して暖かく着れるという、今日はそちらの2種類をご紹介していきたいと思いますので、最後まで楽しんで見ていってください。はい、それでは先に着る寝袋の方からご紹介していきたいと思います。今年のちょっと、秋冬カタログですね。こちら見ていきましょう。で、今回ご紹介するのが、まあ両方ともワークマンから今回の提供を受けて、商品提供だけを受けております、で、エアロストレッチアルティメットという、シリーズになります。で、今回ご紹介するのがこちらのアウターですね。フーデッドパーカー、こちらをご紹介していきます。あと他にも、襟の部分がシャツみたいな感じになっているタイプと、シャツジャケットですね。で、あとベストタイプ、あとパンツですね。パンツのタイプもあって、まあパンツとこのアウターのパーカーを両方着るとこんな風に、まあ、着る寝袋みたいにあったかいよというのがコンセプトの商品になっております。で、こちらですね、早速、フーデッドパーカー見ていきたいと思います。こちらが、エアロストレッチアルティメットフーデッドパーカーです。名前が長い。価格は税込み3900円です。やっぱりね、この3900円っていう価格が、まあ、冬でも使える、アウターで買えるっていうのがさすがワークマンっていう感じがしますね、で、この商品自体は結構もう人気商品で、一昨年ぐらいからですね人気が出ていて、去年もすごく人気だったんですが、今年がだから、あのバージョンアップをちょっとマイナーなバージョンアップをちょっと繰り返しているところもあるので、今年の2020年バージョンの改良点なんかも紹介していければなと思います。ちょっとね、社員さんに確認を取っているわけではないので、ちょっと私が感じた部分という、そういう感じのご紹介にはなるかと思います。で、まあ、これですね、あの中綿がもうめちゃくちゃ入ってるんですよ。ファイバーボールっていって、あの丸い綿がポコ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 入っているような感じの、アウターですね。で、まあ普通ダウンジャケットとかっていうと、こういうその綿、ポコポコした丸い綿を縫い付けているんですが、縫い付けるとその縫い目から風が入ってきてしまうことがあるので、こちらの商品に関しては溶着加工というものがされています。これ見るとこういうところとかにポコ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 なんかラインが入ってると思うんですが、まあ、熱なのかな、でキュッと圧着をさせて綿を固定させているので、まあ、糸で縫っているわけではないので、そこからの風の侵入が防げるので、とても暖かいという、そんな機能になっております。実際ちょっと着てみましょうかね、もうあったかいです。はい、こういう形ですね。で、私身長163センチなので、これは、メンズの M サイズを着ています。で、M でちょうどいいぐらいですね。袖の多分長さといい、多分中にもうちょっともう1枚ぐらい着ても動きやすいかなっていうぐらいの、サイズ感になっております。これ多分私普段結構メンズの L サイズとか XL とかをバサッと着る感じが好きなんですけど、あの中綿がかなりモコモコ入っているタイプのアウターになるので、これ以上大きいサイズにするとちょっと体だけがバーンと大きくなってしまって、ちょっとバランスが悪そうなので、今回は結構ジャストサイズで選んでもいいような、そんなサイズ感になっているかと思います。はい、動きやすいですね。やっぱストレッチが130%、 伸縮率 130% っていうことなので、生地自体が伸びるんですね。で、やっぱりこう貼った時にも腕とかこの辺り、ここも伸びる感覚がとてもあります。動きやすそう、ギューっとね、はい。で、まあ、フード付きなのでこうやって被ることもできますね。フードが割と浅めのフードかな、まあ、落ちる
後ろに下がっちゃうほどではないですが、まあ若干浅めなので頭のサイズが大きい男性とかもしかしたらちょっとちっちゃく感じる方もいるのかなというところが正直なところです。で実はね、ここがね、粒がね、少しね、去年と変わってると思うんですよ、これ。どう？ちょっと待ってね。これちょっと私の去年のブログなんですけど、去年モデルはここの帽子の粒っていうんですかね、これが結構大きくって、逆にこれがなんかちょっと変だったんですよね。粒が大きすぎない？と思って、なんか本当キャップの粒がついてるみたいな感じだったので、これがちょっとなんかどうなの？と思ってたら、今年はですね、そこまでキャップ感が少ないというか、ツバも少なくって、まあ、ツバはちょっとはあるんですけど、自然に馴染むような感じの、変わってますね、改良されてますね。で、あと去年モデルで実はすごくちょっと着た時に、首がすごく圧迫されるのが嫌だったんですよ。で、なんかね、こうぐっと上までほんと締めてしまうと、ぎゅっと首が締まるような感じが着づらくって、でサイズの関係かなと思って大きいサイズをお店で試着してみても、やっぱりギュッと苦しくってですね、ちょっともう着るのをやめて、去年モデルは親戚にあげてしまったっていう経緯があるんですけど、今年のモデルは首に非常にゆとりが出てますね。改良されてる感じがします。こうやってちゃんとしっかり顎も普通に入る感じなので、首元苦しい感じが軽減されてて、これはなんか本当に改良されてて嬉しいなと思いました。で、私だけかなと思ったんですけど、やっぱりワークマンの公式オンラインサイトを見てレビューを見れる欄があるんですけど、レビューの中にやっぱり去年モデルは首元が苦しかったのが今年は楽になってるって書いてる人、あ、やっぱ私と同じ思いの人がいたと思ってちょっと嬉しかったんですけど、まあ、改良されていると、これがかなり大きな改良点じゃないかなと思います。あとですね、そうそう、去年と改良されてるっていうと、もう一個ちょっと待ってね、私の去年のブログを、はいはい、ここ裾の部分ゴムがあるんですけど、ここに結構黒地にグレーでフィールドコアってかなり目立つように入ってて、これがちょっとこんなに主張しなくていいよって思ってたんですよ。それが、ね、ちょっと一回抜きますね。それが今年はこうなってます。わかりますかね、パッと見だと分かりづらくなってますね。フィールドコアってやっぱり入れちゃってるは入れちゃってるんですけど、なんか浮き彫りになるエンボス加工っていうんですかね、浮き彫りになるような加工になっているので、はっきり文字でバシッて入っているわけではないので、目立たなくなってより良くなったかなと思います。ただまあここも本当にいるのかなっていう部分ではあるので、もうちょっとシンプルにしてもいいかなっていうのが、まあ正直なコメント、そう、正直な意見ね。そういうのもちょっとアンバサダーとしてはいろいろ伝えていきたいなっていう感じです。あ、そうです、そうだ、あと結構大事なことを忘れてたんですが、裏側が、裏アルミのプリントになってます。これのおかげで自分の体温を、まあ、魔法瓶のようにですね、温めて保温し続けてくれると、そんな機能もついています。で、カタログを見ると、まあ、実際裏アルミのものと裏アルミを使っていないジャケットとの、時間比較みたいな感じですが、やっぱり裏アルミ使っているものの方が、体をね、暖かく赤くなってますね、うん、保温してくれるっていうのが証明されているとのことです。それで、あとですね、ポケットがちょっとこれ3箇所ついてます。まずここのポケットが、すごいシューって開く不思議なファスナーになってます。これは去年もあったんですけど、シューッと開くファスナーで、まあ、ここに物を入れることができるんですが、さらにですね、実はここもう1個二重のファスナーになってます。これが何かっていうと、ここも開けとくと蒸れ防止のためにベンチレーションになるそうです。まあ、空気の通りができる、まあ、寒いかもしれないですけど、例えばなんか電車に乗ったとかお店に入ってちょっと暑い時、ちょっと脱ぐにはあれだなって時に、ここをシャッター開けることで、まあ、蒸れを解消できると、そんな機能にもなってますし、実はこれポケット外側から入れて中から取り出せるっていう、なんかデュアルシステムのポケットになってるそうです。例えばね、まあ、このフクロウちゃんね、フクロウちゃんをこの二重ポケットの中に入れますと、そうするとこっちの内側から、内側にここ上からこう
マジックテープついてて、その中からやると袋ちゃんが取り出せると、そんな感じのデュアルシステムになってます。そう、あとポケットはここの両サイドに2箇所、分かりづらいんですが、こういう小さい目立たない感じのファスナーで、ここにも2箇所ついております。これいいですね。あんまり派手すぎず目立たない感じの隠しファスナーって感じで非常に良いです。で、中身が、裏肝みたいな感じの素材になっているので、手を入れておくと非常にあったかいです。これも嬉しい。あとね、フードをここボタンがついてまして、ボタンでここをパッチリ留めるっていうことができるんですよね。ここをこうして、止めると、要するになんか自転車とか乗ったりとか強風の時にこれがババババババってなっちゃうのを、まあ、防げると、ホックで止めることで、動かないように固定をすることもできます。あとはね、ここに、あ、こっちだね、右の肩にここにちらっとここに反射材もついています。さりげなくね、夜のお散歩とかでも安全かなと思います。あとポケットで言えば、内側に2箇所すごく大きなポケットがついています。これ 500ml のペットボトルが片方に2本入るそうなので、合計4本持ち歩くことができてしまいます。で、まあ、例えばなんか仕事とかでタブレットとか現場で使う方とかもいるかと思うんですが、そういう方のために、まあ、今危なかった、落とすとこだ、ここにすっぽり入ってしまうと、こんな感じですね。こういう感じの仕様になっています。これちなみに8インチのあれ、 Amazon の Fire タブレットです。これもサクッと入ってしまいます。なんかね、レビューをしてると非常に暑いんですね。今日暑いですよ。今日は気候が暑い日で、さらにこれを着てライトをつけてやってるんで非常に暑いですね。あとですね、ちょっと旅行とかに持ってきたいけどバッグの中で邪魔になりそうだなっていう場合があるときは、このフードの中にですね、洋服をまとめられるという機能がついているそうです。ちょっとやってみましょう。フードの中に入れ込むと、これちょっと私もやってみるの初めてなんですが、どういうこと？これでいいのかな？これでいいのかな？できた。今ね、ぐちゃぐちゃぐちゃっていう、私性格結構ぐちゃぐちゃなんで、ぐちゃぐちゃぐちゃってまとめようとしたら入らなくて、ちゃんとこう前で畳んでくるくるくるって巻いたら、こんな感じにフードの中に、ここちょうどフードはね、ここつばの部分なんですけど、こうやってまあ丸めて持ち運ぶことができます。なんかちょっと本当に寝袋っぽいですね。こんな感じに入れ収納もできると、そんな機能もついております。こちらは、税込み3900円です。それでね、カラーもまあいろいろ出てまして、ブラックであるとかグレー、まあ、この辺はまあ定番ですよね、使いやすいお色で。で、今回ご紹介したのが限定カラーの、ガンクラブチェックっていうチェックなんですね。よく見るとチェックカラーのこちらで、あと他にちょっと派手系の色でいうとオレンジであるとか、クロスグリーン、黒 と、グリーンのチェックカラー、あとこれが一番着やすそうだなと思ったのがウッドウォーカーっていうちょっとベージュっぽい色ね。これ多分でも店舗に行くとこの辺のちょっと珍しいカラーが意外と少なくて、やっぱブラックとかグレーオレンジあたりはお店にたくさん在庫がありました。で、他のやっぱカラーは新色、今年の新色であったり限定色なので、ちょっとない店舗とかサイズが少ない店舗もあるかもしれないというところになります。はい、あとですね、こういうフードタイプじゃなくて、こういうシャツタイプはお値段がさらに1000円安くて2900円であるとか、ベストタイプも2900円でちょっと1000円安いですね。あと上下、もう冬キャンプとかで本当は足も冷えて寒いっていう方は、同じ素材のパンツも出ていて、こちらは3500円になっております。はい、では続いて2つ目の商品がこちら、ヒーターベスト、通称キルコタツでございます。で、
こちらですね、こういったモバイルバッテリーを使用して、中にコードがついてるんですけども、これとつなげてると中にヒーターが入ってまして、背中と腰の部分2箇所ですね、ヒーターが温まって発熱をするベストということになっております。でこれ自体去年からもう発売がされていて、去年本当大人気でどの店舗に行っても見つからないっていうようなそんな、商品だったんですが、今年も人気ですね。人気ですけど、普通のワークマン店舗だとないことが多いんですが、ララポートとかそういうショッピングモール系に入っているところですと、先日売っているのを見かけました。で、去年モデルと、新色が出ていたり、あと今回本当形違いがこちらですね。2020年の形が本当に新しい、ヒーターベストがありますので紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、ちょっとカタログを見てもらおうかなと思うんですが、こちらが去年出ていた黒と赤ですね。で割とテカリのある素材というか、そういう感じのテカテカしている素材で、首元まであるハイネックタイプのベストでした。で今年の新色は、ちょっとこれ多分つや消しの、これテカテカしてないつや消しの感じの素材で、首までの、ハイネックタイプで、こちらがホワイトと、あとこちらがカモフラグリーンですね、が出ています。この2種類出ています。価格はベストだけで3900円で、バッテリーがハーフバッテリーと呼ばれるもので、8V で4900円、両方ないと使えない商品になります。で手持ちの、モバイルバッテリーじゃダメかとか、携帯充電用のスマホのバッテリーとかじゃダメですかっていうんですけど、これは専用のを買わないといけないっていうのが、ちょっとネックですよね、それがね。で、あとで今日ご紹介するのは、さらに形違いの襟首が空いているタイプです。で艶消しな感じで、非常に1枚で着ても、前のこれ見た時は正直ちょっとこれだけで着るにはちょっとテカテカしてて個人的に嫌だなって思ったんですけど、この艶消しで襟が空いてるんで、重ね着もしやすくって、こちらすごくいいので、こちらワークマンさんより提供いただきました。であとヒーターベストはこちらもですね、新しいタイプで、デニムと中の、黒のハイネックタイプのインナーを重ね着できるタイプも今年新発売されていて、こちら5800円とちょっと高くなっています。というのも、インナー部分のヒーター部分と、あと普通のデニムのベストとして使えて、外してももちろん使えるし、春から秋にかけてはこういう状態で使ってもいいし、セットにして冬にも使えるというような、そんなモデルになっております。じゃあ こちらのですね、ヒーターベストをじっくりご紹介していきたいと思います。はい、こちらなんですが、襟首がですね結構空いているので、重ね着とかも本当にしやすくていいですよね。でここの襟首を折って着るというやり方でも OK だそうです。で前は、ファスナーではなく、これはねボタンタイプになってます。でも別にそんなにボタンの数がすごく多いわけでもないので、1,2,3,4,5個ですね。でここもボタンもなんかちょっと艶消しでシンプルにおしゃれな感じなので、非常に気に入っています。開けてみるとこうですね。あ、そうか、あとロゴ問題やっときましょうかロゴは、左下の部分にこうやって、ウィンドコアですね、ウィンドコアのマークがついています。で夏の空調服もあるんですけど、あのシリーズがやはりウィンドコアですね。モバイルバッテリーを使って、夏は扇風機で涼しく着られるし、冬はヒーターベストで暖かく着られるような感じになっております。で中はですね、ここアルミプリント、先ほどと同じアルミプリントになっておりますね。ここの前の部分もなってますね、このポケットの部分なので、体を非常に保温して、発熱もする上に体を温めてくれるっていう、そんなベストになっております。でこれがね、サイズがこちら M サイズになっています。で S もお店でちょっと試しに着てみたんですが、私にはちょっと S はきついかなっていう感じがしましたね。基本的にこれは、インナーっぽく着たりするので、この上に多分真冬に本当に着るものなので、この上にやっぱりアウターとかも着ることがあるかなと思ったので、程よいサイズを選ぶのが、あんまり大きすぎるものよりは体にフィットするサイズぐらいを選んだ方がいいのかなと思います。ね、はい、着てみました。非常にシンプルで、厚みもそんなにすごいゴワゴワするわけでもなく、やっぱインナーベストっていう感じの綿の入り具合ですね。でヒーター部分も
よく触ってみると、あ、ここに電線が通ってる、ワイヤー入ってるっていうのが分かるんですが、このまま普通に着ている分には全然あの普通のベストと見た目は変わりがないです。でポケットが横にここファスナーポケットが2箇所ついています。で左のポケットは普通のポケットなんですが、右側のポケットにょろーんとこんな風にですね、配線が出ているんですね。ここですね。でここに、専用のモバイルバッテリーを差し込むというわけです。でバッテリーについては容量が2種類出ていて、 8V のタイプと、10V のタイプがあって値段が、違いますね。でまずこちらの4900円のタイプ、これちょっとつけてみたいと思います。ここにですね、穴がついてるんですね。で事前にこういったあの買うとアダプターのセットでついてくるので、ここにまあアダプター電源をセットして、まあ、家庭用のコンセントにはめると、何分かな、3時間ぐらいでフル充電をします。ちょっとじゃあこちらの 10V の充電池の方が電池があったので、こちらでやっていきたいと思います。で、まあ電源のここですね、穴にですねこちらを差し込んでですね、よいしょ。で、ここの電源スイッチを押します。そうするとほら、ここにこれがまあスイッチになってるんですけども、赤く光ってるの分かりますかね、赤くなってます。で赤が一番高温で、これを押すと今度ブルーになって、最後緑になります。これで温度調節ができるような感じになります。まあ電池はこれ落とすと大変なので、ここに入れてファスナーで閉じておきましょう。それでちょっとカタログを見ていただくと、高温赤のボタンの場合は約50度ですね。で中温で45度、で低温の緑で40度ということになっています。でこの前本当冬のキャンプですごく寒い時やったんですよ。群馬県の赤城山っていうところのキャンプ場行ったんですけど、その時がもう夕方ぐらいからめちゃくちゃ寒くなってきたので、ひたすらこの高温にして、ハーフバッテリーですね、こっちのハーフバッテリー4900円の方を夕方5時ぐらいから使用しました。そうするとやっぱりね、いっぱい着込んでも寒い時って本当に寒くなるんですけど、ちゃんと発熱するものがあるとめちゃくちゃ暖かかったです。でキャンプの時って焚き火をするんですけど、焚き火やってるとこう体の前はすごくあったかいんですよね。でも背中がめちゃくちゃ寒かったりするので、これ着てると、背中にヒーター入ってるんです。背中のこの部分と腰の2箇所に入っているので、焚き火やってると前もあったかいし後ろもあったかいで、本当にねキャンパーにぴったりのインナーベストなんじゃないかなと思います。高温だと一番あったかいので、もうすでに、さっきスイッチ入れたんですけど、今ボカボカ来てる感じです。入れて何分だろう、2分ぐらいかな、スイッチを入れて2分ぐらいでもう暑いって、ちゃんと暑いっていうかあったかいって感じますね。で夕方のキャンプの時は夕方の5時ぐらいから使用をして、寝る直前に切れたぐらいですね、ハーフバッテリーだと。だから4時間ぐらいですかね、4時間ぐらいだったら持つという感じです。ただこれはもちろん中温であったり低温にする方がもっと長い時間使えるし、あと今こっちに入れている方は 10V の方、これより大きい 10V の場合だともちろんそれより長い時間持つということになります。でバッテリーはこちらが4900円、大きい方が7980円ということで、まあ結構高いですよね。普通のモバイルバッテリーとかと比べてやっぱりちょっと高めではあるので、2個とか用意できするのはちょっと大変かなという思いがあります。なので、例えば寝る前まででも温めておけばいいって方であれば、多分キャンプするときね、ハーフバッテリーでもいいと思いますし、日常ちょっと街とかで何か、あと外でちょっと作業しなきゃいけない、4時間ぐらい高温で使えればいいって方であればハーフバッテリーでいいと思います。で例えば寝るとき逆に日中起きてるときはいろいろ来たり動いてるから暑いんだけども、寝るときに例えばキャンプで電源サイトじゃなくて電気毛布が使えないとか、そういうときには逆にこれを着て寝れば電気毛布代わりもなるのかなと思います。ただねこのまま寝てしまうと、肌に低温やけどとかそういう可能性もなきにしもあらずなので、高温で寝るのはやめた方がいいと思います。で高温にしても使える時間が短いので、逆に
まあ、中温であるとか低温ぐらいでもいいような気がしますね。低温でまあ1枚着ているような形になりますので、あの暖かく寝られるんじゃないかなと思います。で、低温の場合ですとどのくらい使えるかというと、低温だったら16時間持つので、まあ、キャンプ場でちょうどその寝袋の中で寝ている時間を考えると、まあ、16時間使えればもうすごくちょうどいいんじゃないかなと思います。で、中温だと、ちなみに 6.5 時間で、高温だと 4.3 時間と、そういう感じになってますね。こういう感じ ね、まあ、ね、今これ着ながら話してると非常に暑いので一回ちょっと切ろうかなと思います。あ、これだとここだと切れないんですね。ここのバッテリーを切らないといけないんですね。とりあえず低温にしておきましょう、うん。で、まあこれ、まあ、上下じゃない、あのベストと電池合わせて買ってしまうと、まあ、9000円するんですよ。ハーフバッテリーでも最低9000円ぐらいしてしまうので、まあ、これ安いのか高いのかって言ったらやっぱりちょっと高いかなって、ワークマンシェフにしてはちょっと高いかなとは思うんですよ。で、やっぱりアマゾンなんかだといろいろ中国製とか外国製の商品でもっと安いこういうヒーターベストみたいなものってあるんですけども、でそっちでいいんじゃないっていう方も多分いらっしゃると思う。やっぱりコスパを考えるとね。ただやっぱりこういう電池のバッテリー系のものとか熱が出るものってなんか故障も嫌だし、故障した時にあのすぐ日本語で対応できる実店舗のあるお店がちょっと安心かなっていうのと、あとやっぱこういうなんか爆発、なんか前になんかモバイルバッテリーが破裂するとかなんかそういう話もあったので、やっぱりなんか日本の会社さんがちゃんと取り扱ってる商品の方がまあ確かに値段は高いんですけども、個人的には安心なのかなと思いました。まあでも冬キャンプでも本当にあのコスパかけずにあの安くあの使ってみたい、どんなものかヒーターベースを使ってみたいって方はまあ Amazon で安く売ってるものから試してみるのも、まあもちろんそれはそれでその個人の考え方でいいのかなと思います。まあ、あとですね、まあ暖かくなるのはこの上と腰なんですよ。上と腰だけなので、変な話、あの使い捨ての貼るカイロでもこの2箇所を貼れば暖かいのは確かにそれはそうだと思います。貼るカイロすごくいっぱい入って200円とかそのぐらいで買えたりするので安かったりもするんですよね。で、じゃあそういうカイロを貼るのと何が違うかなって言ったら、これね、やっぱね、温度調節ができるっていうのが結構個人的には大きいかなと思います。で、貼るカイロってもう暑くなってきたらもう暑い暑いって言ったらもう剥がすしかないんですよね。で、一回剥がしてしまうと粘着が弱くなるので、もう一回結局新しいの使わなきゃいけなかったりもするので、そこがちょっと面倒かなと。で、あとやっぱりまあ元カイロ自体は安いものであっても、なんとなくうん、じゃあ新しいの開けるっていうと若干少し抵抗があったりするんですけど、これだったらあ、じゃあ充電してまた使えるからっていう、なんかそういう気軽さが充電式にはあるのかなと思いました。もう温度調節ができることと、まあ新しくその使うことにその使い捨ての意識がないから気楽に使えるっていうところが大きいかなと思います。で、あとまあバッテリーはあの夏の空調服にも使えますので、夏の空調服をこれから買いたいと思っている方、もしくはもう持っている方はね、本当にベストを買うだけなのでいいのかなと思います。はい、一応ね、あの空調服出してきました。で、ここにあのファンがついてるんですね。これは腰のあたりからコードが出ていて電池につなぐと、まあ、これであのブイーンと夏は涼しく着れるという、まあ、空調ウェアもありますので、夏は涼しく、あの冬はね暖かく過ごしたいという方にはですね、あの、まあ、1個この電池買っておけば、あのあとウェアもね本当に3900円とかと非常に安いので、あの夏冬快適にね過ごせるんじゃないかなと思います。はい、それでは最後に本日のまとめでございます。今日ご紹介したのがまず着る寝袋ということで、エアロストレッチアルティメットシリーズの中からこちらのフーデッドパーカー、型番 HJ006B、税込みで3900円のフーデッドパーカーをご紹介しました。サイズは SML LL 3L 4L まで揃ってますので、ぜひですね、あのお店で見ていただければなと思います。で、あと他に襟元がシャツになっているタイプが2900円、ベストタイプが2900円、あとね、パンツですね。同じ素材のパンツ、こちらが3500円となっております。はい、
そしてもう一つがヒーターベストです。こちらがファスナータイプで首元までハイネックのタイプ、こちら3900円。あと今日ご紹介したのがこちらの襟首が丸くてボタンのタイプ、こちらも3900円となっております。あとデニムとデニムのベストと、インナーベストのヒーターがセットになっているタイプ、こちらは5800円になります。あとパンツの太ももの前面2箇所に、ヒーターが入っているパンツもあるんですが、ヒーターミドルパンツ、こちらは3900円となっております。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですね、